それでは大神さん、そろそろ大帝国劇場に帰還しましょう。待て待て、すでに人として生きることもできず、死ぬことも可能。私はかつて青いサタンという名で貴様らと戦い、この肉体を失った。良いか、邪悪なものを憎めば、その憎しみの方が大きければ大きいだけ、真の邪悪さが目覚めるのだ。山崎慎之助として復活したっていうこと。山崎久しいな、米田。こんな姿でお前に会いたくはなかった。山崎、あれほど言ったはった力だけを信じすぎるなと。貴様たちの掲げる正義も所詮力ではないか。この世で絶対に力を得なくては正義を守ることなどできはしない。それは違うぞ山崎。いや、人は守るに値しない。貴様らは知るまい、この帝都の嘆きを。この帝都の古より蓄積した怨念を。俺はもうじき魂すら消滅してしまうだろう。だが覚えておけ、帝都の呪いは続くのだ。帝都は呪われている、呪われているのだ。鬼王だと、やつは一体。剣持ってかれたんでしょ。お兄ちゃん、アイリス、怖い。あのカルニバルの仮面の男、すごい殺気。あの男、死と破壊の匂いがする。あの男が新たな敵なんでしょうか。わからない。帝都の怨念とか言っていたが、どういう意味なんだろう。わからないことくよくよ考えても仕方ないと思います。勝った時は素直に喜ぶのです。そうですね、帰りましょう。あたしたちの電撃へ。もう青いサタン復活したと思いきや、あっさりやられるっていう。よし、みんな電撃帰ろう。作戦終了。帝国劇団花組、前期起動する。
いやマジこういうシーンが最高なんだよな、ほんとこの和むわっていう。なんて悲しい酒だ。夜だシャイニー、今日は大いに飲みましょう。そういえば織姫、戦いが終わったら出ていくと言ってなかったか。そのつもりでしたですけど、私の力なしでは皆さんも大変みたいだし、まあもう少しここにいてあげてもいいかななんて。ありがとう織姫くん。よかったですね大神さん、織姫さんが花組に残ってくれて。それじゃ今日は歓迎会のやり直しですね。そうだね織姫くん、改めてよろしく頼むよ。言っときますけど、日本の男が大嫌いなのは変わってませんからね。ああ大丈夫だよアイリス、お兄ちゃんのこと大好きだから。ありがとうアイリス。ところでシャイニー、今度の敵は一体何者なんでしょうか。わからねえが、ただ一つはっきりしていることは、相手がどんな野郎でも俺たちはこの帝都の平和と人々の暮らしを守らにゃならんちゅうことだ。はい、よしじゃんじゃん飲め、今日はパーッと行くで、パーッとな。帝国歌劇団花組の新しい門出ですね。そして大神の雑用係への復帰祝いだ。明日からもじゃんじゃん働きを。いい、そんな。アイリス。